末から明治にかけて、稲田に江戸っ子からともなくやってきて、およそ30年間放浪した徘徊士がいました。明日知らぬ身の楽しみや花に咲き、清月さんはもともと長岡藩の侍で、その身分を捨てて放浪の旅に出たのです。なぜ伊那へ来たのか誰も分かりません。古事記清月、白見清月と言われるようになりました。どこやらに立つのは